1582年7月6日没、1534年誕生、室町幕府の奉公衆として働いていた。次に、斎藤道三の息子、義達の配下の稲葉一徹に仕える。しかし、給料が安かったので、明智光秀に召し抱えられる。この頃の光秀は、丹波を攻略。苦戦し4年かけ、やっと制圧。そのエリアを彼が担当、領民に慕われていた。この頃、津田宗及に指示、茶道を習う。この頃、春日の局が生まれている。1582年6月1日、光秀から衝撃の言葉が発せられる。主君の信長を討つ。彼は断固反対した。しかし、他の家臣は賛成意見でした。なので従わざるを得ません。本能寺の変の後、柴田勝家などに備えるため陣を敷く。すると予想を超える速さで、秀吉が戻ってきた。彼は、坂本城で、体制を整えるべきと進言するも、光秀はスルー。山崎の合戦が始まり、明智軍は、負けてしまう。京都で捕らえられ、処刑され帰らぬ人となりました。坂本城で戦ったのであれば、戦況は変わっていただろうと言われている。エピソード。彼が光秀につくと、稲葉一徹は、彼を返してほしいと懇願。しかし光秀は拒否。一徹は信長に相談。信長も返して、やれと言うが、光秀は聞かず、立腹した信長が殴り、それが本能寺の変のきっかけという説もある。彼は誰？